はい、こんにちは、ピカです。今日ね、いよいよね、アップデートきました。 1.34。 さあ、じゃあね、毎回おなじみの一気乗りやっていきたいと思います。ついにね、トヨタスープラが来ましたね。歴代 Z4 のユーザーとしてはね、見逃せないスープラですね。あとパガーニ、ウワイラ、メルセデスの SLR、 マクラーレン F1、 あとロードスター NA ですね、来ました。コースはオートポリスですね。日本のサーキット増えるのはありがたいです。うわー、 NA かわいい。はい、 SLR ですね。人生のね、大先輩が乗ってて、マクラーレン GTR F1 ですね。これのレースバージョン来た。かっこいい。なかなかお目にかからないし、3回ぐらい見たことあるかな。やっぱ白いいね。白いい、白いいよ。さあ、 NA ロードスター、懐かしい。ハンドル知ってる？ここのハンドルカバーさ、このハンドルカバーね、この実車のね、ここポコって取れて、取れると中にモモステアリングってモモのロゴが出てくんだよ。さあ、俺がね、運転をね、学んだ、まさに NA ロードスター。あはは、懐かしい。あ、こんなね、はい、ちょっとね、違いますね。こんな上回んないよ。こんな上の6000回転から先、こんな回らない、こんな回らない。いやー、はい、サーキットオートポリスですね。ほら、このね、このゆらゆら動く、このね、ロール感ね、このロール感、これが NA ロードスターよ。加速すれば前が浮く、減速すれば前が下がる、ね、左右に行けばこうね、ものすごいロールする、これがね、ロードスター。ああ、もうお手本のようなね、車ですよ。いやー、いいよ。あー、素晴らしい。アンダーの出方もいい。もう何でもいいな、これ。何でもいいんじゃん、これ。何でもいいんだろう。いやー、これ何でもいいだろう、別に。いや、でも本当にね、この最初の、こうね、ヒュッて切った時のリアの流れ方、もうそっくり。まんま NA だろ、これ。新車の NA だろ。タイヤちょっといいのついてんな、これな。もっと普通の、もっとプアだな。こんなグリップしないよ。ああ、これいつまでも走っちゃうわ。あれ、マニュアルで操作できるんだね。なんでオートマの車なのにマニュアルで操作できるようになったんだ。やったぜ。やべえじゃん、これマニュアル操作面白い。いや、楽しい。何これ、 SLR やべえ。まあ、NA とはね、打って違って、打って変わって、まあ超ハイパワーだね。で、すごい重い車ですね。止まんねえよ。あ、曲がんねえよ。いや、楽しい。何これ。やばい、 SLR マニュアル楽しい。パワードリフト余裕だぜ。ドリフト自由自在じゃん、これ。サイドターンもできる。はい、 SLR ね、マニュアル超楽しい。なんでマニュアルで操作できるようになったんだろう。はい、じゃあね、次の車行ってみたいと思います。はい、ウワイラーですね。すごくない？いや、これ芸術作品だろ、これ。やばいな、これ。なんだこれ、なんだこれ。指とか挟みそう、血出そう。すごい。
内装すっげえな。いやもう間違いなく内装は GT スポーツ世界一だね。未だかつてないだろこんな内装を再現したソフトウェア。まあ俺にはねマジで立体的に見えてて本当に乗ってるみたい。本当に乗ってるよりもキラキラしてる。なんだこの音。やばいっしょこの音。やばい、何キロ出ちゃうのこれ。未来だね。止まんねえわ。いやーハンドルの質感もいいね。なんかファナティックにだいぶね、だいぶなファナティックすげえ良くなった。もういいんじゃね売っても、日本でもかなり完成に近づいてる。一台一台すごい、全然ハンドルの重さとか、おい全然ね良くなった。ちゃんとしてる。ああいいね、アンダーの出方もいい。最初の頃と全然違う。もう完成だね。はい、次ねマクラーレンやっていきたいと思います。トラコンは相変わらずオフにしないとつまんない。いやーいいねマクラーレン GTR。 内装はなんかやっぱり市販の方がいいね。いやすげえ、あケージの入り方すげえ綺麗、すげえ綺麗だけどさ、これ転倒したらさドア開かないんだよね、上に開くから。どうやって逃げんだろう。はい、内装もすごいなこれ。この BMW のこのエンジン、世界一のエンジンだろこれ。いやーめっちゃいい音する。いやーやっぱレーシングカーよく止まるわ。いやーこれ気持ちいい、何これ。何これ、めっちゃよく曲がるし。動くもちゃんと動くし、リアもね忠実アクセルに対して。シフトは速い、シフトは速い、小気味いい。いやー気持ちいい、楽しすぎてこのぐらいにしとくわ。やべこれマジで楽しい。いやこれ多分ね GT スポーツの中で一番楽しい車だと思います。はい、いよいよねトヨタスープラ行ってみたいと思います。すげえな、どうなった。歴代 Z4 ユーザーとしてはね、まあ、同じエンジンだな。なるほどね、もうちょっと上回ってほしいな。
なるほど。まあね、もともとね、Z4 っていうのは GT カーだったんだよね。俺に言わせると、前のね、Z4 は、まあ、ブッシュも柔らかくてね、まあ、フェラーリで言うと、ちょっとなんだだし、フェラーリで言うと、カリフォルニアね、そういう、まあ、オープンにして、ちょリアすげえ動くんだけど、え、これマジなの？ちょっと待って、リアすげえ動くんだけど、大丈夫か、これ。まあ、GT カーじゃねえな、これでも。だったんですけど、まあ、それがね、多分ね、Z4 は GT カーに仕上げられてると思いますよ。BMW のね、コンセプトがそうだから。それをトヨタがね、ノウハウ、今までのね、積み上げてきたノウハウ、最近のね、トヨタ車、すごいね、スポーティーじゃないですか。それをね、そのノウハウをつぎ込んで、スポーツに仕上げたこのスープラですね。どういう動きをするのかっていうのを、これ超ドリフトマシンなんだけど大丈夫これ。え、大丈夫なのこれ。え、これ大丈夫なのこれ。スープラこれ大丈夫。はい、トヨタスープラ乗ってきましたけどね、一言で言うと BMW はもう GT カーですね。 Z4 はね、間違いなく仕上げてきているんですけど、それを無理やりスポーツカーにしたと思いきや、ドリフトマシンですねこれ。まあ、GT スポーツ場で体験すると超ドリフトマシン、めちゃくちゃ簡単にドリフトできるっていうね、マシンになってたわ。これ大丈夫かこれ、本当に。はい、まあ、一応ね、全部乗ってきましたけど、またね、詳しく一台一台やっていきたいと思います。なんといってもマクラーレン F1 も楽しいし、このドリフトマシンね、もうちょっといろいろやるとどうなるかっていうのも試したいし、ちょっといろいろね、今回楽しみにしてます。一個一個ね、動画上げてきますんで、またね、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。